数値読める読めない、それは恋恋って恋ってそれは早い、じゃあ憧れ憧れロキンロビン別れろ理想の青春さらば、グーテンノーベン、グーテンアーベン、いいよって手話でどうやんの？全て失うよりもいい、憧れからは優しい、一人よがりだけど幼稚園から高校まで同級生はたったよ、人付き合いなんてわかるわけない、止めてって意味わかるでしょ、はい、家族帰国してないよね、ないな、はい、上がれば、嘘、マジいいのね、ああ鍵、え、待って、何出ていこうとしてんの、どこ行くんだ、何驚いてなぜ逃げる、俺は鬼か、ストーカーか一人だ、ね、あいつ、ああいう見た目でやっぱモテんじゃん、でも今の逸臣は恋愛よりも夢一直線で、お店のお客さんでもいつに振られて泣いてる女の子見てきたから、それってさ、どんな風に練習した？あー、話す人の表情や口の動きか、で？ずっと観察して練習して、え、でもさ、できてるかどうか自分じゃ確認できないんだ、すげえ頑張ったんだろうな、でも家族だけなんだ、欲しいよ。